アザーシ農園126日目でございますが、まあ今週もね、特にこれといって何かをしたというわけではないのですけれどね、ミニトマトはこうやって花つけてるやつはこのもう9月の中頃だけども実がなるのかな、取った方がいいんでしょうけど、とりあえずこいつは食えそう。この1個だけはいただこう。甘い。でまあピーマンも、まあ、続々とできてますね、一応ね。あ、二重や星電灯がいる、悪いやつがいる。でまあナスもね、ナスはいい感じですねこれをいい感じと言っていいのかどうかは分からんけれども、まあ、続々とナスは取れ始めてます。今日紹介しようと思ったら勝手に取られてた、勝手に収穫されてた。そしてこっちはツルムラサキがはびこってますね。一度も食卓に上がってないでしょうね。でモロヘイヤがねいいですね。でモロヘイヤの横にね、実はこれ豆です。豆というか、おかしいだろこれはこれはかぼちゃのなんかちっこいのがなってるな。かぼちゃがなってるけど、これは収穫できるかぼちゃなのか、かぼちゃがなってますが、これがね四角豆です。四角豆これですね、四角豆。これ茹でてマヨネーズで食べると美味しい豆ですが、ちょっとまだ、どうしたいのか、もう俺の管轄じゃないからなここはここは食べれる四角豆ができてはいるね、できてはいるけどね。この栽培スペースはちょっと狭いし、なんかこうどうだろうなって思うね。ちょっと今週はまだちょっと忙しいので、来週あたりからちょっとまた手を加えていこうかなとは思います。こんな感じでアザーシの126日目でした。